1970年生まれ、兵藤大樹っていう。こんなことあるんかなっていうね。守ってるようで守ってないんですよね。なりますよ、一人に。兵藤大樹のシネマな話。始まりましたよ、今回も。はい、今回ご紹介する映画はこちらです。그냥하나낳자제가잘도와드리겠습니다뭐그래뭐임신은어쩔수없다고해그래도육아는나눌수있는거아니야妻であり母であり娘であるすべての人へ送る지영아나대막나대共感と絶望から生まれた希望の物語82年生まれキム・ジヨン。さあ現在公開中のですね、82年生まれキム・ジヨンという映画でございますが、どうでした？僕はなんか誰に感情移入するねんみたいな話結構この映画になると思うんですけど、はい、旦那さんよりなんか奥さんの方、うん、うちの嫁もこんな感じなことあったんかなとか、いやいやいや、いやほんまそうですよね。なんかそっちがすごい気になってきましたね。旦那さんの気持ちにはそんなにならなくて、うん、僕は結果これ見終わった後嫁に優しなっていうね気持ちがわかるからですよね。なんかそうなんですよ。まあこれ言うと本当にどこにでもある、どこの家庭でも起こり得る内容じゃないですか、はい、奥さんがちょっと精神的に疲れてしまって、でそれがどういうふうに疲れたかって言ったら憑依するっていうね、うん、あれがねもうちょっとプルってならなかったです、はいはいはい、憑依してるとことか、はい、この映画はやっぱり旦那側のおかんバリバラ立ちました。そうなんですよね。だからこれがやっぱり日本の文化とはまた違う韓国あるあるなんでしょうね、うん、義理の嫁より我が子をなんか可愛がってしまうというか、はい、義理の嫁にやらしときゃええやんみたいな、はい、いや知らないですよ、韓国あるあるかどうか知らないですけど、あそうなんや韓国ってって思ったんですけどね。なんかあれ集まってましたよね正月で、はいはいはい、もう嫁に桃切らすなやってないですか。なんか、まあ、ちょっと扱いはねひどかったですけど、なんかもうええやんおせちで、なんかどっちか言ったらおかんが動きそうな感じしません日本って、はあはあ、もうええよ座っとったらええねんって言うてんのに、はいはい、正月とか、うん、スルメとか出してきたりとか、チョコレートとか、はい、あのどういう組み合わせやねんみたいなのを、はい、みかんとかもうじっとしときいなって言いそうやけど、あのおかんは動きませんでしたね、うん、いやでも配役が結構うまいですよね、うん、腹立つ顔の人入れますもんね、はい、で役者さんもちゃんと腹立つ感じしますもんね。そうなんですよ、それぞれがいい顔してるんですよね。感情移入は男やねんけどこの主人公の女の人にしてしまうという、うん、結果この旦那さんの方は、はい、結果守ってるようで守ってないんですよね。そうなんですよ。なんか働きたいって言ったらええよ働いてええよって、俺お前のことが大事だしお前がしたいことしたらええやんって言うてんねんけど、結果させてないことになってし、はい、うんですよ、はい、おかんそんな怖いのってなるぐらいおかんの言いなりなとこもあるじゃないですか、はい、で次こっちの主人公のキム・ジヨン側も言うたら、はい、結構なんか、息子が大事やみたいな、はい、息子が息子さえ可愛い親父にしたら、はい、こっちのキム・ジヨン側のお父さんも息子しか可愛がらない、うん、女の子2人おんのにあんまり愛情注がないとか、はい、そんなことあるんかなっていうね。だからもう韓国社会のなんかその悪い部分を出してんのかな、あるあるじゃなくて、うん、女性っていうものをもう一度見つめ直さないといけないっていうことですよね。うん、でもどうしますお互い嫁にシグナル出されてるの全然気づかんと。僕はみんなにみんなのためや思って言うてる、はい、やってることがみんなに対しては何もない、うん、重荷でもある、はい、っていうことをやってしまってるんじゃないかなというか。それこそ本当に韓流のアイドルの人の YouTube 見てたんですよ、うん、わーって今早いんですよ MV がもうパン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 って変わるから、8人組9人組とか9人組ってタン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 変わるから顔が認識できないんですよ、うん、ほんでそれをね親子全員で見てたんですよ、はい、下の子で嫁も、はい、で上の子も全員で見てたんですけど、
全然分かれへんわ、早いなって言うたら、上の子が早いねんしって言うんですね。で、いやいや早いやろってなあって言った嫁が、別にそうみたいな。で、下にも聞いたら早ないって言って、ええー、って早いってって言ったら、また上が早いねんしってなるから、お前もなちゃうねん、50になったら分かるわ。ああパパが50、ああ私50になった時、あの時パパ言うてたな、うん、ああほんまやわって思うわ、その時もパパ生きてへんけどなって言って、いやえおるわとかないのってなったんですよ。あのえ生きてるわとか、はい、縁起でもないこと言うなや、はい、誰もなかった、みんなまだ何もなかったのようにずっと見出して、俺もパンパンパン早いの関係なくなっても、もう頭の中でえ誰もなんかフォローないやんって言って、ちょいちょいそんなん言ってしまってるんじゃないですか、そのお子さんとか奥さんが満足して見てるもんに対して、そんな嫌なこと言ってるわけじゃないけど、え、なんなんこれとか、いろいろそういうのを言ってると、多分もう出た出たみたいな心の中で。その内容、映画化してもらえませんか1970年生まれ、兵藤大樹っていう。70年生まれ、兵藤大樹として、映画にしてもらえませんか僕が壊れていくっていう自分のせいで壊れていくっていう旦那さんにしたらそんなことになってるなんか1ミリも思ってへん、何やったら幸せ感じてくれてるやろぐらい思ってたのが違うんです。皆さんもう一度立ち返ってください。いらんこと言ってませんか、なりますよ、ストーリーに。これは気ぃつけなあかんなっていうことを思わせてくれる映画ですし、内容は面白いです。内容面白かったです。そのド派手な何があるっていうわけでもないけど、人の心の動きとか人はこうなっていくねんなっていうのがよくわかる映画ですし、でまたこれさっき聞いたんですけど、これは言うたらここにね、あのベストセラー小説、待望の映画化ってなってるんですけど、これがまたね小説のエンディングとは違うらしいですよ。小説の内容は面白いけど、目線が一個からの目線なんで映画ができないから、このモチーフをちゃんと置いときながら映画化をしてるから、小説読んでる人からしたらあらってなるようなところもあるんですって。あらっていうのはえじゃなくて、あれあ違うねやってなるところがあるらしいんで、これね映画見てからでもいいですし、小説読んでからでもいいです。2つ見ると書ける倍面白いです。だからもっと面白くなります。 1+1 じゃなくて掛けるになると思いますので、その中にはやっぱりちょっと救われへんなっていうのも小説にはあるらしいですし、はい、読んでみたくなりましたね、はい、どっちでもいいですもんね、はい、どっちでもいいから、とりあえず皆さん2つ楽しんでいただけるというこういう作品になっておりますね。ぜひまあ一人で見に行くのもよしですが、もしタイミングを合ったら夫婦で見に行っていただきたい。そして帰り道ね、実際どうなんっていう話してほしい。お前はどうなん実際とか、あんたどうなん実際ってね、お互い話して、また今度はそこで仲悪くなるんじゃなくて、夫婦の絆が強くなって、家に戻れるような、そんな感じだと思います。ぜひ皆さん82年生まれキム・ジヨン見ていただきたいと思います。さあ近々ですね、だいぶ更新していくんですけども、先にですね予告して、先見といていただいてですね、一緒に楽しんでいただこうと、より楽しいんじゃないかということで告知させていただきます。近々ですね、やるのがですね、ミストという映画でございますね。スティーブン・キング原作でございますが、2007年の、まあ、ホラー映画でございます。ネットフリックスで今ドラマ版も放送されてますが、近々私映画版見ます。その映画版を見てんと思ったことなどを話しますんで、もしよかったら皆さんミスト見て、ミスト回も見ていただけないでしょうか。より楽しいと思いますんでよろしくお願いします。というわけで今回も終了、チャンネル登録よろしくお願いします。